中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。引っ張った、一二塁間を破る、先頭バッター、バッターは2番に入っている村上、ヒットでランナーを一塁に置いています。セーフ、打ちました、痛烈、一塁線落ちてフェア、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、セカンド送球。さあ、そして打席には柳田が入ります。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですね。これが2球目、アウトコース、これは見送ってボールです。この場面低め中心は分かるんですが、高めも見せないと抑えられないと思いますね。なるほど、バッテリーもそういった配球で、引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今これが1球目、初球打ち出ました、ファウル、抜けていれば貴重な追加点というところでした。これは内へ外れます。釣り球、しかし誘いには乗りません。4球目は何で来るか、打ちました、あっと取れない、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、打ちました、痛烈な打球、大きな打球になった、フェンス直撃、セカンドランナーホームイン、ジャイアン。改めてお聞きします、バッターの岡本、どういうバッターなんでしょうか。ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。なるほど、そうですか。痛烈、ヒットになった、バックホームするドラゴンズ、厳しいコースでした、まずは見送ります。さあ、2球目は何か、いい当たり、センターに抜けました、サードランナーホームイン、初球は大きな変化球、ボールになります。次が2球目、バッターワンバウンドヒットになりました。ドラゴンズさらにピンチになりました、ノーアウト満塁です。バッターは9番甲斐、まあ、ドラゴンズとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど、そうですね。この球は、あ、外れました。さあ、3球目は何か、打ちました、いい打球だ、センターに強い打球、追いかけますが頭を越えました、サードランナーホームイン、そしてセカンド、これ